ミハイル・コンゼルは、オーストリア出身の同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。オーストリア・ブンデスリーガと、イタリアセリエ A で最優秀 GK 賞を獲得し、オーストリアの歴史に名を残した GK。12年に渡たり SK ラピードウィーンで、プレー・リーグ戦では、合計395試合に、ヨーロッパカップでは、合計42試合に出場する。 UEFA カップウィーナーズカップ準優勝2回、オーストリアブンデスリーが優勝3回、オーストリアカップ優勝3回を果たし、自らもオーストリア最優秀選手に2度、オーストリア最優秀 GK 賞に4度選出される。1997年にイタリアセリエ A の AS、ローマに移籍。初年度からワールドクラスのプレーをコンスタントに見せ、セリエ A 最優秀 GK 賞を獲得する。 その後は SSC ベネツィアでもプレーし、2002年に引退する。オーストリア A 代表としては1990年 FIFA ワールドカップイタリア大会では控えであったものの、1998年 FIFA ワールドカップフランス大会では守護神として全試合に出場する。現在は夫を混ぜる GK キャンプを運営し、子供の GK 育成に力を注いでいる。 ありがとうございます。